カーディナル川とは北アメリカ大陸の西部を流れる河川。カーディナル川はカナダのアルバータ州の南西部カナディアンロッキーを流れる短い川の一つである。カーディナル川の源流は北緯52度54分02秒、成形117度23分02秒の標高2224メートル地点に存在する。ここはジャスパー国立公園の東部にあたる。ここから おおむね東の方向へと流れながら、カナディアンロッキーの東側斜面を、いくつかの支流と合流しながら流れ降ってゆく。そして、北緯52度51分52秒、整形116度35分15秒、標高1288メートル地点で、ブラソリバーへと合流する。ブラソリバーは、ノースサスカチュワン側へ合流する、ノースサスカチュワン側の支流である。カーディナル側は、 この地域で、比較製品を取り扱う商人であった、ジャック・エス・カーディナルの名にちなんで命名されており、彼の墓は、カーディナル側の歌詞に存在する。カーディナル側の周囲にも、ジャック・エス・カーディナルの名にちなんで、命名された場所が存在する。カーディナル側と背後に連なる、ニカナサンん三脈カーミトサーニツ、アフロディーテ、プレイス・ネームズ・オブ・アルベルタ、ボリューム1、P41 カルガリー。 University of Calgary Press ありがとうございます。